吉川英治、三国志軍政の巻、落葉、落実府、一、味方の対象に曹操をはじめ、十八カ国の諸侯は本陣に運襲して、喜びをどよめかせていた。そのうちに、打ち取った敵の支給何万を剣し、 大穴へ葬った。この何万の首のうちに、一つの旅婦の首がないのだけは、遺憾だな。曹操が言うと、いや、張飛や漢具などという造兵に負けて逃げるようでは、旅婦の首の値打ちも、もう以前のようにはない。と、炎章は大きく笑った。勝てば皆、 戦は自分一人でしたように思い、負ければ皆負けた原因を他人に向けて考える。外貨と共に逆をあげて、一同はひとまずおののの陣地へ戻った。すると誰か、待ちたまえ、演術と一人の将軍を呼び止めた者がある。 演術は演将の弟で、兵糧型を一手に指揮しているものだ。誰かと思って振り返ると。それは、先に止水艦の第一戦で惨敗を喫してからのち、常に陣中でも受けが悪いので、肩身狭そうにしていた、調査の大手孫健だった。やあ、孫健か。 そっかも、陣地へ引き上げるところか。いや、気候の陣地へ、わざわざ気候を訪ねてきたのだ。とはまた、どんなご用で他でもないが、先頃、それがしが先方を受けたままって、止水艦の攻撃に向かっていた際に、何故気候は故意に兵糧の輸送を止めたか。 返答をあらば、受けたまわろう。剣の塚に手をかけて質問した。演術は青くなって。いや、あのことか。あのことについてならば、一度、そっかに親しく事情を語ろうと思っていたが、人中、つい営まもなかったので、そんなことを正すのではないなぜ、兵糧を送らなかったか。それだけを聞けば、 こちらにも覚悟があるのだ。そもそも、この尊権は、唐託とはもともと何の恨みがあるわけでもない。ただ、今度の劇に応じて戦に加わったのは、神は国家のため、下は百姓の苦しみを救わんがためだ。しかるに、増人薔薇の残言を信じて、恋に、 この孫賢に敗軍の浮き目を見せたことは、味方同士とはいえ許しておきがたい返答によっては、今日、ここにおいて、恩美の首は申し受ける覚悟できた。さあ、申し開きがあるなら言ってみろ孫賢の人物は、とく知っている。気の短い、そして、武々しい南方の生まれだ。 青い白い免職をして、まなじりを釣り上げながら迫るのだった。演術は、足のくるぶしから震えがはいのぼってくるのを覚えた。ま、ま、そう怒らないで。まったく、後では自分も申し訳なく思っていた。それにつけても憎い奴は、そっかの残奏を言いふらした男じゃ。そのもの首を跳ねて、人中に考察し、 そっかの縁を注ぐから、胸を慣れてくれたまえ。平誤りに謝って、縁術は自分の命をひさに、前に自分へ向かって、兵糧止めを進言した大中の武将を呼びつけ、理由も告げず縛らせて。この男です。この男がそっかのことをあまり残言するので、つい口に乗ったわけで。どうか、 これをもって、うっぷんを慰めてくれたまえ。左右の家臣に命じて、即座に武将の首をはねてしまった。こういう精進を相手にとって、怒ってみても始まらないと考えたのか。尊権は苦笑いして、我が陣地へ帰ってしまった。そして、久しぶりに、とばりを垂れて、長々と眠りかけると。 野営の将兵が何か怒鳴る声がした。何か。と、身を起こしていると、常に彼の傍らに稽古している。帝府、郊外の二大将が、大使、起きておいでですか。と、とりの間から小声で言った。二 なんだ、夜中。孫賢は、信女のとわりを払って、副神の帝夫に尋ねた。帝夫は彼の耳へ、顔を寄せんばかり近寄って、この深夜に尋問を叩く者がありました。何者かと思えば、敵風の密使にきで、密かに大衆にお目にかかりたいと申しますが、何 唐卓から、孫権は意外に思って。ともかく会ってみよう。と、死者を室へ入れてみた。命がけで来た敵は、孫権の姿に接すると、賢明な弁を振るって言った。それがしは、当小国のばっかの一人、利覚というものですが、 上長は常々から深く将軍を慕っておられるので、特にそれがしに使いを命ずられ、長くあなたと吉見を結んで行きたいとの仰せであります。それも、現氏の上や形式だけの吉見でなく、幸い当小国には妙麗なご息女がありますから、将軍のご子息の人方を婿として迎えられ、 一問して、ことごとく軍手志士に宝然とのお胸であります。こんな良縁とご栄達の機会は、またとあるまいかと存じられますが、皆まで聞かぬうちに、黙れ尊権は一括を加えて、純虐の道さえ知らず、君を死意したみを苦しめ、ただがよくあるのみな帰畜に、なんで我が子を無婦などにくれられようか 我が願望は逆賊唐卓を打ち、合わせてその旧族を首切って、落葉の門に駆け並べてみせんということしかない。その望みを達しないとき、シスとも目を塞がじと誓っておるのだ。足元の明るいうちに立ち返って、よく唐卓にスタイルがいい。と、痛烈に突っぱねた。鉄燃費な死者は少しもひるまず、 そこです、将軍。と、なお、くどく言いかけるのを、尊権は耳にもかけず、押しかぶせて怒鳴った。んじらの首も切り捨てるところだが、しばらくの間預けておく。早々立ち返って、唐卓にこのよしを申せ死者の利覚と、もう一名の者は、方法の手で落葉へ逃げ帰った。そして、 事の司祭をありのままに上昇へ報告に及んだ。唐卓は、古老館の大敗以来、このところ、意気承していた。理事、どうしたものか。と、例によって、上昇の懐刀と言われる彼に諮った。理事は言う。いかんながら、 ここは将来の対策に立って、味方の大転機を図らねばなりますまい。大転機とは、一思いに落葉の地を捨てて、長安げ都をお移しになることです。戦とかさればです。先に古老館の戦いで、旅夫すら破れてから、味方の戦意は、 さっぱり振るいません。しかず、一度兵を収めて、天子を長安に移したて祭り、時を待って戦うが良いと思います。それに近頃、楽内の童子が歌っているのを聞けば、正統一個の間、とう一個の間、六は走って長安に入る。まさに、この難なかるべし。 とあります。歌の詩を案ずるに、正刀一個の関とは、構想を指し、長安十二代の太平を行って、同時に、長安の不条においでになったことのある、上朝の吉報を暗示しておるものと考えられます。とう一個の関とは、後部落葉に都してより今に至るまでの十二代、それを言ったものでしょう。 天の雲数格のごとしです。もし、昭和へ移りあれば、上昇のご運勢はいよいよ開けゆくに違いありません。理事の説を聞くと、東卓はにわかに前途が開けた気がした。その天文説は、たちまち政策の大方針となって、長儀にかけられた。いや、独裁的に、 百貫へ言い渡されたのであった。三、病気とはいえ、彼が口を開けば、それは絶対なものだった。けれど、この時は、さすがに、百貫の顔色もどよめいた。第一、帝もびっくりされた。千と ことの重大に、にわかに賛同の声も湧かなかった。代わりにまた、反対するものもなかった。咳たる一瞬が続いた。すると、使徒の妖兵が、初めて口を切った。上昇、今は、その時ではありますまい。冠中の人民は、身体定,定まり保うてから。 まだ育日も安き心もなかったところです。そこへまた歴史ある落葉を捨てて長安へ五千となどと発布されたら、それこそ百姓たちは叶えのごとくわいて天下の乱を助長するばかりでしょう。大意公園も彼について発言した。そうです。 今、要表の申された通り、千との儀は、しかるべからずと存じます。その理由は、明白です。ここにある百官の処刑も、胸にその負荷は知っても、ただ上昇の意に逆らうことを恐れて、目くしておるのみでしょう。続いて、純僧も反対した。もし今、あげて、 王府をこの力払えば、証拠は売るに道を失い、交渉は職より捨てられ、百姓は有利して天を恨みましょう。上昇、どうか創民を憐れんでください。続けざまに異論が湧きそうに見えたので、唐卓は行相を成して怒鳴った。わずかな百姓が何だ 天下の刑をなすのに、いちいち百姓のことなどは案じていられるか純相はまた言った。百姓は国のもとですぞ。百姓をなくして国家がありましょうか。おのれまだ言うか奴らの感触を吐ぎ、異界を取り上げろ 当宅は言い捨てて、寮を折り即座に、シャバ千田の用意を命じて、自分はひとまず、休門から自邸へと車を急がせた。すると、その途上を街路樹の木陰で待ち受けていたらしい二人の若い者の夫が、上書、しばらくしばらくお待ちくださいと追いかけてきて、 車の前にひざまずいた。見れば、縄文の行為語形と、少女の周围であった。なんだ、んじら、我が途上を遮って。無礼なお咎めは、覚悟の前で申し上げに来ました。覚悟の前だと、何を我に告げようというのか。今日、 宮中において、戦都のご内定があったかに受け止まわりますが、内定ではない、決議だ漏れ伺って、我々松灰まで共闘いたしました。伝統ある徳は、一朝一夕にはできませんいわんや、官室十二代の後期あるこの堂を捨てて、早めら、何を言う 小生の分際で、超異の決議に異議を申さてるなど、もっての他な奴だ。しかも、老望で、いかにお怒りを受けましょうとも、天下のため、座しはできません。座しできぬ。さては敵の回し物か。生かしておいては、後日の害だ。 こやつらの首をはねろ言い放って車を進めると、二人はなお中間を叫びながら車の輪に取りすがった。そこを、当宅の家臣たちが背からつき、頭から切り下げたので、車外まで先決は飛び、車の葉にも肉傷がかかって、赤い線が絡まって、 ぐわらぐわら回ってゆくように見えた。それを見た落葉の市民は皆泣いた。また、戦都の弱さは半日の間に広まって、聞く者皆傍然としてしまった。夜に入ると、心なしか、地は常よりも暗く、天は常よりも怪しげな妖精の光が、 跳ね踊っていた。死。セントだ。セントのおふれが出たぞ。ここを捨てて、長安へ。あとはどうなるのだろう。洛陽の市民は、寝耳に水の驚きに打たれて、なすことも知らなかった。それに、昨日の白昼、当小国の車に向かって、 直感した二中心が、小国の怒りに触れて、キレというただ一括のもとに、武士たちの闘争の下に寸断された非合な死に様をも、市民はまざまざと目撃しているので、物を言うな何も言うな殺されるぞと、ひたすら恐れて、不平の叫びすら、 あげえないのであった。危ういかな。唐卓は天をも恐れない。また、地に密る民心の恨みも意図しない。彼は一夜を熟睡して冷めるとすぐ。二十、二十は、これに言います。戦都の発令は済んだか。万端。 終わりました。朝廷においても、後継百官も、皆、心得ているだろうな。引き移る準備に、強本しております。それから、都門へ考察を立て、なお、それぞれ役人から触れさせましたから、落内の人民どもも、おそらく、社賀について、大部分は、調和へ流れてきましょう。 いや、それは貧乏人だけだ。風紀な金持ちは、たちまち火災を隠徳して、勘地へ散ってしまう。上昇府にも朝廷にも、金銀はすでに乏しかろう。さればです。戦闘令と同時に、軍費挑発令をお発しありたいと存じます。 いいようにあれ。いちいち法文を発するには及ばん。では、ご一人ください。理事は、五千人を選んで、市中に放ち、戦闘と軍事の御用金を命ずると称して、落中のめぼしい富豪を片っ端から襲わせた。そして、金銀財宝を山のごとく集め、それを、 ダバや車両に積んでは、そばからそばから、長安へ向けて輸送した。洛陽は、無政府状態となった。官機も、警察制度も、すべての秩序も、一日の間に喪失して、市街は、混乱に陥った。不可の財宝を没収するやり方も、実にひどかった。 強風に踊る暴兵は、ここぞと思う不豪の屋敷へ目をつけると、四方を取り囲んでおいて、突然屋敷内へ乱入し、火災金銀を担ぎ出して、手向かう者は立ちどころに切り殺した。年若い女子の悲鳴が、その間に、陰陰と人目のないところから聞こえてきたり、また公然と、 さらわれていったり、目も当てられない有りさまだった。また、発令の翌日、魚林軍の将校たちは、ルミンが他国へ移るのを防ぐため、強制的に兵力でこれを一箇所にまとめ、百姓の家族たちを五千、七千と一段にして、長安の方へ送った。 死の身後を抱えた女房や、老人、病人を追ったものや、泣けなしのボロだの、貧しい家財を担って、この手を引いてゆくものだの。明日知れぬ運命へ借り立てられながら、ヤギの群れのごとく、真っ黒に追われて歩くる民の姿は、実に哀れなものだった。鬼畜のごとき暴兵は、手に刀を、 絶えず無知のごとく振るって、歩け歩け歩かぬ奴は斬るぞ病人など捨てて歩けと脅しつけたり、白昼人妻に戯れたり、その両人を刺し殺したり、欲しいままな暴虐を加えていった。ために、ルミンの号泣する声が野山にこだまして、 天も曇るかと思われた。五。同じ日、唐卓もその指定官邸を引き払い、死蔵する財物は八十両のシャバに積んで連ねさらば、たとうか。と、彼も車に隠れた。彼にはこの都に何のおしげもなかった。もともと、 一年か半年の間に横取りした徒歩であるから。けれど、後継百貫のうちには、長い歴史と祖先の地に恋恋と涙して、ああ、ついに去るのか。長生きはしたくない。と、同国している老冠もあった。そのため、千との発足はいたずらに長引きそうなので、 当宅は、利宿を得して、狂犬を不えさせた。今朝、虎の国を限って、旧門、離宮、上楼、上門、書官が、全市街の一切にわたって火を放ち、全落葉を仮葬に伏すであろう、という命である。一つは、やがて必ず殺到するであろう、 炎章や曹操らの北上軍に対する衝動作戦の意味もある。何にしても急であった。その混乱は名状しようもない。そのうちに虎の国となった。まず、旧門から火が上がった。四金殿の降乱、ルリロ郎の河原、八十八門の金壁、 炎王地の玉の橋、その他、高級の陰舎、新能領、犠牲病の広大な建築物など、あらゆる伝統の形見は、延々たる熱風のうちに見捨てられた。幾日燃えているだろうな。トタクは、そんなことを思いながら、この大炎上を後に出発した。 彼の一族に続いて、炎の中から、帝王、皇妃、皇族たちのシャガが、泣くがごとく列を乱して逃れてきた。また、先を争って、皇継百官のシャバや、皇宮の女子たちの腰や、内官どもの馬や財産を積んだ車や、あらゆる人々が、その一人も、 あとに止まることなく、なだれあって、本本と落葉の外へ吐き出されていった。また、旅夫は、かねて、唐卓から密々の命を受けていて、これは全く別の方面へ出て働いていた。一万四人の百姓や人夫を動員し、数千の兵を得して、前日から、 提出の葬病の丘に向かい、代々の帝王の墳墓から皇妃や諸大臣の塚までを一つ残さず掘りやばいたのだ。帝王の墳墓には、その時代時代の沈鳳や主玉がどれほど同窓してあるか知れない。皇妃、皇族から諸大臣の墓まで数えれば大変なものである。 中にはえがたい宝剣や名教から大量な手礼金銀などもある。元より埴輪や土器などには目もくれない。これは車両に積むと数千両になった。値にすれば何百億か知れない土中の重宝だった。夜を日に継いで長安へこれを運べ。旅府は 兵をつけて、続々とこれを、長安へ送り立てると同時に、一方、今なお、古老館の守りに残っている、味方の新狩りに対して、関門を放棄せよと、使いをやり、疾風のごとく、長安まで引けと、命令した。新狩りの大将、長心は、 長安までとは、どういうわけだろう。と、怪しいんだが、ともかく、席を捨てて全軍逃げきたってみると、すでに、落葉は延々たる火と煙のみで、人影もなかった。先に知らせると、守備の兵が動揺して、戦都の終わらぬ間に、敵軍が、 席を切って本入してくる恐れがあるので、わざと間際まで知らせなかったのであるが、しかし、それほど戦闘は早く行われたのであった。もちろん、漁夫もいち早く、掘り暴いた帝王涼の穴を無数に残して、蜂のごとく長安へ飛び去っていった。 六、当時、寄せての北上軍の方でも、ここ二三日、なんとなく敵方の動静に不信を抱いていた。折から重宝が入ったので、諏訪や、と色めき、一挙に取れ、とばかり、国々の諸行は我がちに軍を動かし、死水管へは尊権軍が先の雪辱を遂げて、 一番に駆け入り、古老館の方面では、孫さんの軍勢に打ち混じって、玄徳、関羽、張飛の義兄弟が第一番に踏み登り、関東に立って名乗りを上げた。おお、焼けている。落葉は火の海だ。そこに立てば、すでに関中は死故することができる。 両方三百よりが間、地を覆う者はただ黒煙だった。天を焦がす者は炎の柱だった。これがこの世の天地か。一瞬、その清掃さに打たれたが、いずれも入場の戦闘を急いで、十八カ国の兵は急調のごとく駆け、前後して楽中へ溢れ行った。 尊権は馬を飛ばして、まず先に市中の巡回を開始し、三たる怪人にそぞろ涙を催したが、熱風のうちから声を励まして、火を消せ消火に努めろ材物を死するな逃げ遅れた老養は保護してあれ旧門の焼け跡へ保証を配置せいと、将兵に下知して、 少しも怠るところがなかった。諸侯の軍勢も、おのおの地を選んで陣を隠したが、曹操は早速、炎章に会って忠告した。何もお下ちが出ないようですが、この木を外さず、長安げ落ちていった唐卓を追撃すべきではないでしょうか。なんで、悠々感ん,んと、無人の焼け跡に腰を据えておられるか。 いや、月曜の連戦で平和は疲れている。すでに落葉を占領したのだから、ここで二三日の休養はしてもよかろう。焦度を奪って何の誇るところがあろう。かかる間にも平和をごり、気は出してくる。緩まぬうちに、とく追撃にかかりたまえ。君はよう報じたものではないか。追い打ちにかかる時には、 軍令をもって沙汰する。いたずらに資源をもてあそんでは困る。炎章は横を向いてしまった。チュッ。持ち前の気性がムラムラと曹操の胸へこみ上げてきた。一括、彼の横顔へ、ュシ共に語るに足らんと、罵しると、たちまち我が陣地へ帰ってきて、新軍 銅卓を追いまくるのだと、叫んだ。彼の手勢としては、花工園、宋人、宗行などのっかをはじめとして、一万余期がある。西方超安へさして押し伸びていった敵は、財宝の車両二打や、不助士の足手まといを連れ、混迷老狽の雪崩を打って、劣後もなさず、戦意を喪失しているに違いない。 おやおや敵はまだ遠くには去らぬぞと、曹操は急ぎに急いだ。一方、帝のシャガをはじめ、おびただしい落葉落ちの人数は、途中、航路の難に悩みながら、京洋まで来て、一息ついていたところへ、早くも、曹操の軍が追ってきたとの情報に、 色を失って、帝をめぐる女子たちの車からは、悲しげなおえつさえ漏れた。騒ぐことはありません。小国、ここの点検は、復兵を隠すに妙です。理事は、形容場の後ろの山岳を指さした。彼はいつも、唐卓の知恵袋だった。彼の口が開くと、唐卓は、 それだけでも心が休まる風に見えた。七。定量の丘を暴いて発掘した莫大な重宝を先に長安に輸送して任を果たし終わった旅府軍も一足跡から京洋の地を通りかけた。すると、いきなり彼の軍へ向かって城内から史跡を浴びせかけてきたので、 大使上映は小国の民に道を開き、帝の御車を迎えして、ここに侵害なすと聞いたので、安心して参ったが、さては裏切りしたか。その分なれば、踏みつぶして押し通れと、旅夫は激怒して、合戦の備えにかかった。いやあ、旅夫であったか。城壁の上で声がした。見ると、 二十だった。敵の追手が迫ると聞き、曹操の軍と見違えたのだ。怒りたもうな。今、城門を開けるから。早速、両府を迎えて、被災を告げて詫びた。そうか。では、小国には、たった今落ち延びていかれたか。まだ、この城楼から見えるほどだ。おお、あれへ行くのがそうだ。見たまえ。 と、老大に誘って、彼方の山岳を指さした。幼鳥たる山野の道を、蟻のようにたどっていくシャや、ニダや、太平の列が見える。やがてそれは、雲のうちに隠れ去った。旅婦は、目をあたりへ移して、この小城では守るに足らん。理事、飛行はここで曹操の追っ手をすぐきか。 と、尋ねた。理事は、頭を振って。いや、この城は、わざと敵に与えて、敵の気をおごらせるためにあるのだ。新んがりの太平は、皆、後ろの山野に伏兵として潜めてある。そっかも、ここにいては、両くありと敵が大事をとって、帰って誘うに困難だから。あの山地へ引いて、潜んでいてくれ。と言った。 理事の冒険を聞いて、心得た。両夫も潔よく山へ隠れた。かかるところへ、曹操は一万余の手勢を引いて、ひたむきに殺到した。瞬く間に、慶陽城を突破し、逃げる敵を追って山野へ入った。不安内な山道へ誘い込まれたのである。しかもなお、曹操は、 この分なら、トウタクや帝のシャガに追いつくのも、手間暇はかからぬぞ。死んがりのコッパどもをけじらして、追えや追やと、いよいよ息を上げていたのであった。なんぞ知らん。鹿を追うこと急にして、彼ほどな男も足元に気づかなかった。突如として、四方の谷間や断崖から、 時の声が起こったのだ。不正ぜ気のついた時は、すでに曹操ばかりでなく、彼の一万夜は、全く袋の中のネズミになっていた。道を求めんとなだれ打てば、断崖の上から大石が落ちてきて道を埋め、渓流を渡って余見とすれば、彼方の沢や森林から、雨のごとく矢が飛んできた。 曹操の軍は、ここに大敗を遂げた。殲滅的に打ちのめされた。あれも倒れたか。おお、あれも死んだか。曹操は、自分の目の前で、死を急いでゆくばっかのものを見ながら、なお戦っていた。自分はよしと思ったか。旅夫は、谷懐の一方から、悠々。 馬を乗り出して彼へ呼びかけた。おお、京万寺曹操野望の夢も今覚めたろう少子や、主に背いた防音の天罰、思い知るがいい両夫は死に物狂いの曹操を造標の囲みに任せて、自分は小高いところから眺めていた。